はい、YouTube をご覧の皆様、僕も見てますよ、YouTube ものすごい気に、そうですね、20時間ぐらい見てる時もありますね、YouTube ね。はい、とはいえ、YouTuber、あんな恐ろしい仕事はとてもできません、の菊池成良氏ですけども、私が、ドワンゴさんをプラットフォームにやっており、使わせて軒先をお借りしております。ビュロー菊池マガジンっていうね、すいませんね、車の音、交通量が多くてね、ビュロー菊池マガジンという、ブローマガですね、ビュロー菊池チャンネル、マガジンじゃねえや、チャンネルですけども、そちらのリニューアルが完成いたしましたので、まとめた予告編はちょっと前に上げたんでこちらって感じなんですけど、まあ何も出ませんけども、一個一個のコンテンツを紹介したバラバラの動画をいくつか上げようと思ってますので、私は料理が得意でね、まあ音楽より得意かもしれないですね。何が一番得意かと言われれば、まあそういう感じですけどもすいません、こんな暗いご時世にのんき三昧って感じですけどね。もうこの年になると本当どうでもいいですね。はい、まあ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 どうでもいいっていうより、まあ、むしろ今燃え上がってるんですけど、何が燃え上がってるかっていうことですよね。まあなんていうかね、毛髪が燃え上がっちゃったら怖いなと思いますけども、それはともかく料理が得意で、ナルズキッチンっていうね、まあ、早見もこみちさんが昔やってたもこずキッチンと、をそのまま奥目もなく、ただ拝借しただけの拝借番組ですけど、まあ、内容もほぼほぼ同じでですね、私が料理を作っているところを見せて、そして自分で試食してうまいというっていうね、まあなんていうか、もうこれはトートロジカルなほどの自画自賛ですから、てめえで作っててめえでうまいうまいと食うという、動画ですけども、まあ、ダイジェストでお届けいたしますので、もしご興味、これ見てえなと思った方は、他にもいろんなコンテンツ山盛りでですね、月額、1000円出すと お釣りが来るっていうね、額ですので、まあそうですね、ナルズキッチンのダイジェストをご覧ください。ナルズキッチン、はい、ナルズキッチン、ナルズキッチン、はい、どうもどうもどうも、お待たせいたしました、ナルズキッチン第7回、はい、はい、火上がるとみんなびっくりしちゃって、この火つけんだよと思いますけど、必ず消えますんで、まあ、ローストでも何でもこう焦げ目が嫌いな人多いですけど、私焦げ目大好きなんで、株はこのぐらい、まあ遺伝子は後でまあブツブツにいけます。いやー、こういうなんていうんですか、煽りが難しいと、まあ基本的にフライパンは煽るより出てないから煽んないんだけど、もうあとはとかけるだけ。煽りの真似事ね、ソースが回るように、まあもうちょっとこう、はい、いかがでしょうか。もうとにかく天ぷら揚げるのが熱くて嫌だったおかげでこのメニューになりました。そうめん、余ったそうめんで作る冷製カッペリーニ風ですね、フレッシュシーフードが載っております。あとは豆腐は日本ではタピオカと比べるともう10番打者ぐらいになってますけど、香港台湾では、まあ、3、4番打者である豆腐はですね、
はい、レモンチキン完成しましたよ。というわけで、今日2皿ですね、まあ、パスタ、フェットチーネのカルボナーラと、メッツァアンティーブと、ブルーチーズオレンジでの完成です。お疲れ様でした。じゃあ試食に入りましょう。第3回ですね。もう何にも入ってない、ただ豆腐と調味料だけのジャン豆腐と、ベトナム風の刺身、ナンプラーに漬けた、ものをにパウダーの一味がかかってるだけ。はい、もうビール紹興酒、バッチですね。はい、卵と絡めるっていうのはまあ一つのやり方ですね。はい、完成であります。はい、いただきます。昼間からワイン飲んじゃうと、この先夜自分がどうなるのだろう。どっかなんとか。ああ、うまい。ちょっと。おいしいこと。まあ、まずはね、キレ。うん、1分でも長いかもしれない。45秒でいいわ。あのアルデンテにしたかったらともあれ、やっぱりカッペリーニと違ってそうめん優しいですから、食感が美味しいですね。そして、ソースはバルサミコソースですね。1枚食べます。作ってました。うまい。うん。これ一皿必要な気がするな。